一番の魅力はどこだと思いますか？そこはやっぱバッティングじゃない。金属から木に変わったけど、それでも全然問題なく。もう対応してるんですね。もう対応はしてますね。ピッチャーとしてもね、投げては欲しいんだけどね。とりあえずピッチングはまださせないようにしてます。いやでも、野球ファンからしたらね、二刀流やっぱ、まあね、見たい。気になるけどね。そこはね、僕らが我慢します。いつか二刀流できるように、門倉さんお願いします。はい、頑張りました、ね。